こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さあ今日は2024年のジャパンカップの前頭評価動画をやっていくわよ。おお。外国馬に関してはもう動画を出しているけど、今回は日本馬を中心に A 評価から D 評価まで評価していくわけね。にっこり。正直今回のテーマはドウデュースが天皇賞秋で衝撃の上がり 32.5 秒を繰り出して1着。はっきり言ってこのドウデュースをどう評価するのか、ドウデュースは400メートルの距離延長でもあの末足を繰り出せるのか、ってことね。速いペースの方が折り合えるというドウデュース。この距離のペースで折り合えて走り切れるのか、まさか。イクイノックスが引退してもこの世代のドウデュースが競馬界の主役になっているのが、この世代のレベルの高さを物語っているわね。ただ、今回は同じ府中でも2000メートルと2400メートルは違うからね。そういう意味では前頭評価やる意味は結構あると思うわよ。おお、ジャパンカップの前頭評価の前に競馬ゆっくりは競馬の週末の予想やレース解雇、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるのでぜひお願いします。G1 が続々に行われる10月から年末にかけては予想動画をレース当日朝に上げる可能性もあり、通称予想テロと呼ばれる所要もあるため、競馬ゆっくりの動画を見逃したくない人はベルマーク通知の設定もお忘れなく。おお、当日朝にレース予想動画は結構見逃されるからね。で、評価の基準はどんなものになるの？ A はぜひ買いたい本命候補、B は条件次第では対抗まで、 C は紐なら、 D はいらない、 G は頭がおかしくなった時に買う馬、そういう基準で前頭評価していきたいと思うわ。おお。最近は D 評価の馬が馬券圏内を独占しているという結果も視聴者から突きつけられてるけど、やめろやめろ、そういうこともあるだけなんや。そういうことしかないんだよな。おお。ってことでまずはオールストロダンからだけど、海外馬についてはすでに動画出しているからその動画を参照してほしいけど、血統的には父ディープインパクトだし、母父のガリレオは重いけど、母や母母のスピードはあるし、血統もスピードのあるシュボバが並ぶし、そういう意味では日本向きではあるかな。逆に欧州馬は大歓迎の雨が降るとかそういうのはノーサンキュー。キングジョージを2年連続で結構な負け方しているし、ババとか競馬場に合う合わないが極端な感じね。個人的にタタソウルズ金牌で大きい差を1着のホワイトパーチにつけられてるし、アイリッシュチャンピオンステークスも3着、新エンペラーに僅差で2着。エコノミクスに負けてるし、ピークアウトしたというか、実力的にはそこまでもない感じだし、AI ダービー、BC ターフなどの金冠番はあるけど、G1 を6勝は数字ほど実質が伴ったものではない、スタートも欧州馬だし一歩日本馬と比べると遅れそうだし、そういう意味では後ろからどこまですごい足を使えるか、ただ前走を見ると新エンペラーと大差ないし、そういう意味では C 評価にしたいけど、近頃一気に冬の天気になり寒くなっちゃったからね。府中の芝派の芝と洋芝のブレンドババの芝はこの気候条件では枯れてしまうから洋芝優位のババになる。そうなると、ドバイシーマクラシックを鑑みると、D 評価なんだよなぁ。洋ババで暖かい気候なら C 評価上げたいけどね。おお、かなり厳しい評価ね。空手に関してはかなり能力的に厳しいかな。ワンチャン台風クラスの大雨でびちゃびちゃのババならあるだろうけど、そういう予報でもないし、この馬に関しては10着までに入れて出走奨励金を獲得できれば御の字かな。馬券的には買えない。D 評価ね。おお。ゴリアットに関しては海外馬の動画をまとめてるからそちらも参照してほしいけど、もうその動画で語った通りに父のアドラーフルーク3区のジャパンカップの戦績が良くないし、ゴリアットの母系のジャパンカップの成績も良くない。さらに父も母もドイツ血統でクソ重い。ドイツ血統が日本で活躍するのは父に軽い日本の血や欧州のスピード血統が配合された場合、サンデー系などの血が入った場合だから、ゴリアット自体が重すぎる。両ババならいらないけど、重ババ以上なら面白い。
両馬場なら D 評価。スピード不足。重い上なら C 評価かな。じゃあ、ジャスティン・パレスは？正直。今回ドウデュースを任すのであればこの馬であると思うんだけど。まずこの馬はドウデュースより明らかに距離延長はプラス。天皇賞秋は上がり 33.0 秒で2位で 0.5 秒も離されているけど、上がりの競馬ができたのは収穫。この馬はさらにある程度ペースが流れての長距離っぽい長く足を使う中距離から長距離の競馬っぽい残り1000メートルあたりからのスパート合戦の競馬もできるし。そういう意味ではこの馬の信頼度は高い。今回は天皇賞秋みたいにスローペースの上がり3波論の末足勝負には距離的になることはない。ここは自身の A 評価。今回は東京のクリスチャン・デムーロだし問題なさそう。馬場的に洋芝優位のブレンド馬場もドバイシーマクラシックで4着に入っているし、気にならないかな。今回はとにかく上がり3波論の競馬にならなければこの馬が来ることは必要ね。おお。じゃあシトルーベはどうなの？この馬は中距離っぽい流れの2400メートルの一流馬のレースは合わないんじゃないかと思うんだよね。あくまで目黒記念とかアルゼンチン共和国は愛とかそっちの馬だと思う。前走の宝塚記念は雨で度外視していいと思うけど、ちょっと戦績から来る能力は足りないかなって感じ。ただしこの馬は勝った目黒記念でもドスローで上がり 32.9 秒と上がりは遅ければ使える馬、ドウデュースが飛んでくるような展開でギューンと来れる馬ではあると思うけど、切れ負けするし、現実的には不可能だと思う。年明けの日経新春杯か AJCC で本命にしたい馬。D 評価ね、おう。新エンペラーはどうなの？凱旋門賞惨敗だけど、オーグストロダンとサノナイアイリッシュチャンピオンステークスは見せ場があったわよ。坂井流星が連続騎乗は非常にいいし。結局日本調教馬だと凱旋門賞の雨が降ったロンシャンはこなせない。いかにこなせた決闘であろうとも。っていうのが伺えるし、そういう意味ではある意味でゴリアットを考える上で参考になる馬だけど、さすがにこの中に入ったら見劣りするかな？おう、能力的に言えば、やっぱり皐月賞かダービーのどっちかはここでお話にするなら買っておいてほしいし、上がりもダービーの府中でパンパンの馬場で 33.4 秒。まあ、決闘的に洋芝優位の馬場は合うと思うし、前に行って予想外にスローペースになればワンチャン頭はないにしろそこそこやれるんじゃないか。距離も長い方がいいかもしれないし、少なくとも上がり勝負よりは残り1000メートルからのロングスパートの方が向いてそう。今回は C 評価は与えられるかな。おお。ドバイシーマクラシックぶりのスターズオンアースはどうなの？ドバイシーマクラシック惨敗を度外視すればかなり安定した成績だし、注目する気持ちはわかるわね。一応スローペースの新馬戦では上がりを2着だけど 32.6 秒使えてるし、末足の威力はあると思うけど、この馬は先行していい足を使うという客室にシフトしている。今回はルメールではなく川田優雅と前に行く馬にとって心強い騎手が乗るし、去年のジャパンカップ3着、有馬記念2着とジャスティンパレス、ドウデュースといい勝負をしている。ただし勝ち切るまでは決め手が足りないのも事実。C 評価かな？おお。ソウルオリエンスはどうなの？天皇賞秋もいい競馬をしていたし、皐月賞馬としては恥ずかしくない競馬をしていたけど、正直この世代のレベルはやっぱり一段落ちるわね。この馬の実力は小馬になってからの戦績が物語っているし、末足自慢でもこのメンバーでは上位互換しかいない。D 評価でいいわね。もし評価を上げるなら思い以上に雨が降った場合の馬場なら皐月賞や宝塚記念の再現があるかもしれないけど、それでも実力的には足りないわね。おお。ダノンベルーガはどうなの？個人的に3歳児の天皇賞秋の上がり 32.8 秒に夢を見て結構馬券を買って騙されてきたわけなんだけど、もう騙されないわ。は？正直もういい頃は金層の成績を見ると過ぎているように見えるし、洋芝優位の気温の下がった馬場だと見直せそうな馬ではあるが、それ以上に加齢による能力のピークアウトが著しい。D 評価ね、おう。じゃあ、
チェルビニアはどうかしら？今年の牝馬に牝馬だけど、秋華賞を見る限り口向きが右回りは悪かったし、そういう意味で左回りのジャパンカップは全能力発揮の舞台とも言える。桜花賞は調整不足、騎手がルメールじゃなかった、マイルはダメだったっていう理由が複数考えられるけど、今回はその全てがクリアになっているし、そういう意味では期待値が高そう。この馬は未勝利で上がり 33.0 秒出しているけど、上がりの切れ勝負では新馬戦でボンドガールに負けているように、上がりの勝負よりは距離の伸びた残り 1000 メートルから長くいい足を使う競馬の方がいい。そういう意味でこの舞台は合っている。あとはこの馬の能力をどこまで信じるか。これは使っているレースが小馬混合がないから比較できなくて何とも言えないけど、今年の3歳馬はなかなかに強い感じがするし、そういう意味では強気になれるかな。金量も54キロと小馬ボバに比べて4キロも減ってるし、そういう意味ではこの馬に夢を見るのもありだろう。競馬ゆっくりとしては G 評価かな。頭ならこの馬だと思うけど、2、3着という馬じゃない、あくまでピンカパーの馬だと思う。新しいアーモンド相方だの牝馬に牝馬か、それはもう評価する人によって違うだろう。おお、じゃあドウデュースはどうなの？競馬ゆっくりは竹豊が嫌いだから本命にしないとか一部で言われているけど、まあ普通に A 評価ね。有馬記念勝ってるし、ロングスパートの競馬はお手のものでしょ。それに天皇賞秋は上がり 32.5 秒とマイラーじゃなくてスプリントの上がりで上がってきてるし、そういう意味では資格がない。あえてドウデュース不安説を唱えるなら、今までクラシックディスタンスを志向して長めの距離で結果を出してきたドウデュースだったが、体とボケイの血統とハーツくらいの血統を考えるとマイラーっぽい感じはする。それを今までなんとかして距離が持つように人為的にやってきていたが、天皇賞秋は2000メートルだけどスローペースだったし、上がり3ハロンの良いどんの競馬、それで前残りの中とんでもない足で差し切ったドウデュースはもう2400メートルは走れないんじゃないかっていう疑念はある。両芝優位になった気温の下がった府中競馬場も合うかわからないけど、ドウデュースももう5歳。体や血統の通りマイラーっぽくなったから、あの天皇賞秋はマイルっぽい展開で素晴らしい末足を使えたとも言える。そう考えるとってことね。ただし不安点はあるが、さすがに能力の上限は高いだろうし、天皇賞秋ではスローペースをきちんと折り合えたため全能力を発揮できる準備は整っている。そういう意味で A 評価は絶対にしないとまずいだろう。両馬場であればね。おお、思い以上になるのであれば D 評価にして決して大丈夫だろう。この馬の場合以下に気持ちよく折り合えるかの勝負になると思うから、やや重までは許容できるがって感じだろう。ブレッサはどうなの？海外遠征帰りの馬だけど、結局菊花賞以降あんまり振るわないし、天皇賞春は熱中症、インターナショナルステークスは海外遠征と特殊状況でやってきたから評価しづらい。ただし金庫賞は2着と G1 馬としては微妙だし、そこから見ると両方レイクとどっこいどっこいだとここでは通用しないかな。騎手も決まってないし、ステイヤーズステークスで勝ち癖つけてからの方がいいと思う。弱い4歳世代の馬だし角の期待はできないし、ドスローの上がりでも 32.7 秒水準以上の足ではあるけど、このメンバーのペース対応ではどこまで末足が減衰するか、勝ち筋が見えないし構想する光も見えない。 D 評価かな。多分ビュイックあたりが乗るとは思うけどね。おお、ドイツのファンタスティックムーンはどうなの？正直ドイツ馬って時点で評価は下がるわね。ただババがハマるとランドのように上昇するのもドイツ馬ではある。そういう意味では寒くなっての両芝優位になった府中のババ、両ババならワンチャンバチコリ合う可能性はあるし、この馬凱旋門賞はババが悪いとスクラッチしようとしてたし、それを鑑みるとかなり日本向きのババ適性を持っている馬なのかもしれない。ランドの場合は日本で乗っていたロバーツの進言でジャパンカップ来たけど、この陣営にそのような助言をするものは、って考えると、ランドの再来には思えないかな。 D 評価だけど、普
副賞を1点買って夢を見る分には面白い馬なのかもしれないわね。プラダリアはどうなの？この馬は長距離路線や中距離の重賞でメンバーが落ちる重賞の主役でしょ。雨が降るならともかく。このメンバーに入ると末足的にかなり劣ってしまう。要は足が遅い。そう考えると両馬場やややおもでは D 評価。競馬ゆっくりはメンバー的に雨が降っても D 評価だけど。思い上なら一行の余地ありかなって感じかな。おお。最後にブローザホーンだけど。ない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 。D 評価よ。ブローザホーンはこの馬は上がりがプラダリアレベルで使えない。このメンバーでは足の遅い馬だから前で粘る競馬しかできない。立ち回りで勝負できるような阪神内回りとか、京都内回り、中山で雨が降ったりすれば目も出てくるが、府中では上がりが使えたり、素直に馬の能力が出てしまう。ブローザホーンもいい馬だけど能力で勝負するってよりは重馬場や洋芝適性があったり、小回りでうまく立ち回れたり、そういうオプションで優位に立つタイプ。今回は正直掲示板もないんじゃないかしらね。マキオはなんで有馬記念直行じゃねえんだよ。本当に走る馬持った時のセンスがねえよな。ノルマンディもそうだけど。はあ、やめろやめろ。以上で2024年のジャパンカップの前頭評価を終えていくけど、評価まとめは動画を見てくれなくなるからやらないけど、今回は断然人気必至のドウデュースを買うか買わないかの勝負ね。競馬ゆっくりは評価はするけど、資格はそこそこあると思っているのね。さすがに上がり 32.5 秒を 2400m で出したらそれこそ本格化っていうか、バケモンだし、引退撤回して来年の凱旋門賞行けってレベルだし、今回は半信半疑ね。かといって、これっていう対抗馬もいないんだよな。どの馬も短所が目立つし、かなり迷うわよ。このメンバー、あとは枠と天気ね。これが出ないと買い目が決められないからね。今回のジャパンカップは海外馬も強いし、かなり考えないといけないわね。競馬ゆっくりの予想は？それは直前のジャパンカップ予想動画でね。おお。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。